湯芸部とは、大化改新以前に朝廷を守護した職業部。国造の指定を密議上させて組織したもので、王族に禁じし、新英軍として奉仕したものである。湯芸部とも表記される。湯芸とは、雪を火で矢を入れる道具である湯木を背負うものを指す。舎利部と共に、山東県の新英軍の中核を構成していたと推定され、多治比湯芸部、押坂部湯部、 白髪部湯芸、曲がり湯木部などが見られ、天皇や皇后の名を追うなしろとして組織されている。ただし、このような組織は、大和王県特有のものではなく、水野真左義によると、関東地方の六世紀の古墳の人物派には軍から、馬を引く人物は、馬がい、部、甲冑を帯、湯木などを追う、武人軍は、湯芸部に相当すると述べている。とねり 柏しでなどとともに、国造の指定よりなる湯芸と、それを使用するためにおけされた、名題、小城を、大友氏が統率する、監視性的な組織と見られている。その関係性については、天孫降臨神話や大化改新の際の、大友朝徳などの他に、日本初期巻き第七には、日本穂高が、甲斐の国坂織宮にて、湯木部を、大友氏の祖先である竹姫に与えたというエピソードが、 記されている。大友氏と湯芸との関係については、新鮮性資録、左京神、別、大友くねの項目や、霊衆下初集の職員令に引用される公認2年11月28日カ付にも記載されている。律令成果では、絵門の府に機能が継承されている。ありがとうございます。